ヘルメネギルドは、西ゴートの王族。レオビンギルド王とヒスパのローマ人の妻テオドシアの子で、長男。レカレド一世の2位。父の共同統治者であった、リュウバ一世はおじにあたる。彼は当時イベリア半島で、支配的だったアリウス派の教育を受けた。彼のカトリックへの改修は、父親との対立を生む原因となり、父親に対して反乱を起こし、 捕らえられてから死んだ。妻は陰軍で、子にアタナギルドがいる。弟レカレド一世の時代から約100年後に、西郷東に即位したエルイグの総祖,祖父とされる。彼はカトリックの殉教者として1585年に劣勢された。彼は回収者の守護聖人とされ、生命祝日は4月14日である。579年、ヘルメネギルドは、 アウストラシア王シギベルト一世の娘、イングンデを日とした。イングンデはカトリック教徒であり、レオビギルドの日でヘルメネギルドのまま母であるゴイスインタから信仰を捨てるよう圧力をかけられながら、彼女は固く信仰を守った。日、イングンデとレアンデルスの影響から、ヘルメネギルドはカトリックに改宗した。彼の親族はアリウス派の信仰に戻るよう要求したが、 彼は拒絶した。その結果、彼は父、レオビギルドに対して反乱を起こした。彼は東ローマ帝国に支援を求めたものの、東ローマの反応はなかった。しばらくして彼は教会へ逃げ込んだ。因軍ではヒスパニアの東ローマ都市へ息子、アタナギルドを連れて逃れた。東ローマ都市は、因軍で母子を引き渡せというレオビギルドの要請を拒否している。 因軍では、コンスタンティノープルへ向かう途中、カルタゴで死んで、北アフリカに埋葬された。アタナギルドは無事コンスタンティノープルに到着し、宮廷で、育てられた。因軍での母であり、ゴイス・インパの次女、ブルンヒルドは、母子の身の上を気遣っており、因軍での死をうすうす知った後も、孫にあたるアタナギルドの無事を確かめてその身柄を、取り戻そうと、東ローマ皇帝。 マウリキウスとその後非コンスタンティナをはじめとする東、ローマ宮廷や帝国の製造所交官に多数の書簡を送り続けたが、西号と王国の多い継承権を持っているこの幼子を外交交渉の駆け引きにおいて、貴重な人質として重視していた東ローマ帝国の移行によりアタナギルドは解放されることなく、やがて東ローマ宮廷の公式記録から姿を消した。なお、 ブルンヒルドが出した多数の書簡は17世紀初頭にハイデルベルク大学の図書館の古文書の中から偶然発見されアウストラシア書簡と呼ばれている極めて貴重な資料の一部分を成しているこれらにはアタナギルド本人に宛てた書簡も含まれているヘルメネギルド自身の末路も哀れだったレオビギルドは聖域を犯すことはせずヘルメネギルドと対話させるために レカレドを送り和平を求めた。ヘルメネギルドは父に降伏した。一方でコイスインタは王族の中で別の疎外感を味わうようになった。ヘルメネギルドはタラゴナカトレドに遊兵された。セビリアの塔に遊兵されている際、ヘルメネギルドのところへ復活祭の時期にアリウソ派の聖職者がやってきた。ヘルメネギルドは異端の聖職者のミサと 彼らの手からの生体配慮を断固拒否した。レオビギルドは、息子に死刑を宣告し、ヘルメネギルドは処刑された。ヘルメネギルドの反乱についての基本資料としては、トゥールのグレゴリウス、歴史十巻ビクラルのヨハネス、年代記、イシドールス、ゴート人の歴史が知られるが、それぞれの記述の間には、齟齬があり、ヨハネスとイシドールスは、ヘルメネギルドの回収について記しておらず、 特にイシドウルスは著者の中で父親を裏切った長男だという否定面だけを強調している。しかしながら、ローマ教皇グレゴリウス一世が対話録の中でヘルメネギルドの改修に触れているため、改修は史実と見て間違いないとされている。ヘルメネギルドの反乱について、トゥールのグレゴリウスや教皇グレゴリウス一世は主催に記述し、この事件を後のレカレド王の改修に至る。 全史的な出来事として特筆した。これに対し、セビリアの石ドールスのゴート氏やゴート人ヨハンネスによる年代記など、西ゴート王国で書かれた資料はこの事件にほとんど注目していない。ここに、西ゴート王国の内部と外部で明確な意識の違いを見ることができる。さらに、レオビンギルドについて、後者ヒスパニアの資料はこの君主を政治的軍事的統一を 西郷と王国にもたらした英史として描くのに対し、教皇グレゴリウス一世は異端者、小殺しと呼んでおり、相違が見られる。グレゴリウス一世は、レオビンギルドが臨重に際して、カトリックに改宗したことを記して、彼に好意を示すもののその叙述は、語教的である。一方、トゥールのグレゴリウスは、グレゴリウス一世とは異なり、レオビンギルドの政治的手腕を高く評価し、 その視点はヒスパニアの死下に近い。レカレド王の改修この違いは、レカレド王の改修をめぐる記述にも見られ、このことは同じ、西元王国の外部者という立場に立つ両者であるが、部族国家内部に生きるトゥールのグレゴリウスと、ローマでビザンツ帝国の影響下に生きる教皇グレゴリウス一世の思想状況の違いを示している。ありがとうございます。